初期大吉、アミシです。はい、ということで今回も動画を撮っていくんですけども、今回ね、7級からマルチ8000目指してやっていきたいと思います。いや、この動画で展開いきたいということでいきましょう。昨日の時点ではグロインしてたんですけど、まあ、若干落ちてるね。まあでもシーズンが残りあと1日と5時間ということで、いや結構ねペースはいい感じなんで、まあこのままね沼らずにいければいいんだけど、どうでしょうって感じですね。で、今日はこのままね、普通に3連戦動画出しちゃおうかなって思います。その、なんだ?負けても出すっていう感じですね。2日連続でね、まあ、奇跡的に3連勝の動画をね、載せてるんで、出せてるんで、マジでね、持ってるんで今、結構いい感じだと思うんで、まあ、今日も3連勝で、もう今日3連勝できたら8000いけると思うんでね、さあ行きましょう。よろしくと。ビスツリ、このクラン知ってるなぁ。BA、でもこの人はあんま知らないなぁ。さあ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 、タルから入っていきましょうか。タワイティ仲間っすね。YouTube 仲間ですね。これは。さあ、イゴレ。おっと、これもデッキバレてる説あるなぁ、この感じは。それか、2枚切った時点で、相手が察したか。さあ、これはただ相性は良さそうだな、このなんか見た感じ。これ雪ラムいらないんで切っといて、これ体育は着衣だけで多分ディガーっぽいなんで、さあオッケー、これ美味しいね。さあ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 、これねタルまでいきます。でアチャクイ来るんで、はい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 。でこのアチャクイは、いやーこれ渋いな。でも待って、これやばいわ、これやばいな。うわ、えぐい、それガチ、そんなエリクスある？これさ、ディガー来たらやばいわな俺。いや、これ絶対ディガー来るんだよな。クロックからのディガーがね、絶対来るんで。で、そう、ファイスも来るから、100%。いや、これ痛いな。めっちゃ痛いんですけど、まあ、気合でね、守ると。いや、まあ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 。いや、痛いな。めっちゃ痛いな。いや、しかもそのタイミングの迫撃はうまいっすね。いや、これ、バルキリーが回ってないから、読んでくることはないけど、いや、マスケ出したくないな。ポイズンでね、やられそうなんで、さあ、ここはまあでも来ないと。いや、ただこの辺はね、マジで勝てる相性だから、しっかり取りたいね。さあ、ここボムタン置いて、ディガー来たら、さあ、スケ当てたいけど、ここはね、手前で、タワーの時もね、ディガーに行ってるんで、放置かな。いや、オッケーオッケーオッケー。さあさあさあ、まあまあまあ、悪くない悪くない。で、ここで、相手がね、その、あれ持ってるんですよね。アチャクイ。だから、バルーン通んないんで。いや、これは美味しい。マジでこれワンチャンあるんで、ここね、行きます。で、ここ、相手アチャクイこの辺出してくると思うんで、いや、雪ラムね、突破したかったな、これ。さあ、これはね、一応打つけど、まあ、さすがに入んなそう。ただ、こんな感じでね、盤面にアチャクイがいると、次のね、バルーンが相手きついんで、そこがね、あえて同サイド行ってあげて、さあ、これでね、相手アチャクいないんで、今、結構苦しいはず。さあさあさあ、いいぞいいぞいいぞ。いや、これマジでワンチャンあるな。いや、ファイブか。なるほどね。いや、ファイブか。ファイブ渋いな。さあ、これは、いや、手前だな、多分これ。いや、そっちか。いや、ディガー削りが渋いね。いや、これきついな。これマジできついわ。これやばいな。これやばいっすけど、まあ、気合でね、なんとか行きたい。とはいえ、ここ5もあるから、突破ね、難しいっすね。ただ、ここでね、アチャクイ切ってるんで、さあ、ここのね、2周目のバルーンで、相手のディガーと合わせたいね。さあ、オッケーオッケーオッケー。これワンチャンある、マジで。これマジでワンチャンある。いや、これもう全部許容します。全部許容して、まあ、アチャクイも許容なんなら。クロック来るかな?オッケーオッケーオッケー。いや、マジ、チンパンなんだけど、やってること。さあ、ここでね、一発入る、バルーン。いやー、ワンチャンある、ガチで。で、アチャク今ら回んないんで、さあ、このサイクル神。このサイクルめちゃくちゃいい。で、ディガーも削ってくれて、で、ファイブ来るんですけど、さあ、アチャク出してきて、クロックかな?いや、ファイブか。ファイブからの、あれだけど、さあ、GG と。いやー、いいね。いやー、これはね、マジで、いい感じに立ち回れた。立て直せましたね。ガチでこれは相性いいんだよな、多分。まあ、アチャクイ切った時の、この2周目の立て込み立て込み立て込み畳みかけあれが強いんでね。いや、オッケーオッケーオッケー。いや、あと2勝だ。あと2勝で8000。
いや、ワンチャンマジでいけるな、これ。いや、今の危なかったな。あそこのディガー許容とアチャクイはね、やっぱ逆サイ行ったの良かったかもな。逆サイ行って、迫撃、アチャクイ、ファイブを全部切らせたんで、で、あそこでね、左のアチャクイ、まあ多分クローク来てたら何かしらで対応してたんですけど、相手もね、まあクローク多分使っても、許容されるって分かってて、多分使ってこなかったのかな。分かんないですけど、まあまあいい感じに両サイドね、許容しつつ、まあほぼ出しただけだけど、いい感じになったね。いや、よかった、ガチで。さあ、ゴーストーン。さあ、これ雪ラム切って、メガラムかな？ぽいっすね。いや、メガラムか。メガラムガチで嫌なんだよな。メガラムね、普通にきついんすよね。さあ、これは、やべ、すいません、喉が、よろしくない。さあ、ここは、あ、でもウッド型？ん？神器か？神器っぽいね。いや、神器はマジでワンチャンあるな。全然勝てる。いや、違うわ、コウモリだ、普通に。なんだこれ。まあ、ディガー削りがめちゃくちゃいい感じに刺さってるんで、まあ、今のところは OK かな。いや、ディガーだけでこんだけ削れるからね。マジでディガーは強いね、本当に。さあ、ここはまたね、マスケ出してあげてって感じかな。で、これはまたアイゴレで挟んで、で、いいかな。さあ、これはね、絶対クロック来るんで、これね、飛ばせないようにしてあげて、ディガーもね、使ってあげて、さあ、ここね、バルいきます。いや、これいいんじゃない？ライトニングとかかな？いや、ラムか、普通に。オッケーオッケーオッケー。これは、ラムにもね、当たる感じで雪ラムってあげて。待って、タワーの滝がやばい。いやー、タワーの滝がな、それ。いやー、これ、痛え、これマジで痛いな。いやー、超痛いな、それは。痛すぎるわ。いやー、バルーンいっちゃダメだったか。普通にラムか。ウッド型の普通のラムでしたね。いやー、マジかマジかマジか。ちょっと怪しいな、これは。ここ一旦、アチャクイ切る、逆サイ行きます。逆サイ行ってあげて、ラム来るでしょ？で、このラムは、オッケーオッケーオッケー。これもうぶっ破します、マジで。これガチでぶっ破してあげて、さあ入ると。いや、でもこのさ、アチャクイがやばいんだよな。いや、でもバルーンめっちゃ入ってる。いや、バルーンが強い。ガチで強いわ。これ左許容します。さあ、ここは、気合でね、守ってあげて、さあ、ここは雪玉使ってあげて、え、待って、これ相手のスペルがわかんない。なんで打ってこないんだ。さあ、クロック来るけど、いや、これ相手やってない？いや、やってるわ。いや、GG。いや、これ、あれこれなんか相手、え？ファイブか？ライトニング？いや、なんかラッキーっすね。スペルが。ライトニングか。いや、これマジでかいわ。ラッキーすぎたね。ということで、8000リーチいけた。さあ、ラスト1戦いきたいと思います。今のなんか、今のやばいな。よくわかんないわ。まあ、普通にね、相手が雪ラム持ってなくて、アチャクイバンバン切ってくれる人だったから、逆サイにね、まあ、ラムは竹取れるんでね、あれ。竹外せちゃうんで。普通にあれか。ケツからアチャクイ切ってラム防衛してコウモリ咲いてるから、ライトニング打つエリクサなかったんか。まあ今のラッキーっすね、今のも。さあ来た。ラストかな。さあ山俊さん。この人なんか見たことあんな。日本人っぽいな。山俊ってなんだっけ、この人。ラバだっけな。いや、嫌ですね。いや、でもまだわかんないな。気のせいかもしれないし。まあでも樽から入ろっか。さあ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 。いやー、ベビドラ。いや、ワンチャンスケラ？遅延スケラとかだったらガチで最悪だね。もう勝ち目ないから、遅延スケラじゃないことを祈りつつ、行きたい。最後、雪の巻切って、さあ、ディガ入ると。いやー、これ、待って、バルキリキってきたらやばいわ。いや、タル、いや、まだわかんないけど、怪しいな。めちゃくちゃ怪しいな、これ。これ、ちょっと待ちます。え、なんだろう。でも動いてこないか。いや、スケラっぽいな、動いてこないのは。
さんこれで樽いってあげて、これに対して何が出てくるか。いや、ゴレかな。ベビドラだっけね。いや、これゴレだな。いや、もうゴレならワンチャンマジでありそう。サライトニングクルー、これはね、逆サイ持ってってあげて、ベビドラゴレ、もう遅延ゴレみたいな感じ、ちょっとわかんないんで、まあ、ここはね、形組んでいきたいと思います。いやー、やっぱ遅延ゴレか。なるほどね。でもこれディガーめっちゃ削ってくれるんで、しかもね、これ、檻、だるいんで、雪玉でね、弾いて、ディガーでね、ちょっと稼いでいくと。いや、これも大事。割とね、削ってくれるんで、これなんかで読まれるかな。いや、ここは来ないか。サスケで対応してあげて、ケツゴレ来たら、まあ、イゴレバルーンかな。いや、でも来ないか。オッケーオッケーオッケー。これは、アイゴレで釣りつつ、バルーン行きます。で、もう一回ね、ベビドラ多分来るかな。あ、スケドラか。なるほど。デッキが、ちょっとまだわかんないね、俺。あ、でも、ここ、おいしいおいしいおいしい。それおいしい。いや、爆破入んないか。爆破入ったらマジで、もうめっちゃおいしかったんですけど、さすがにでしたね。で、ライト切ってるっしょ。ここ、もう一周行ってもいいんですけど、まあ、一旦ね、マスケから入ってあげて、さあ、ここゴレ来る。ここのね、ゴレは、ライトニング切った後だし、逆サイ攻めてあげて、これでね、相手にトルネを使わせたい。トルネ使ってくれれば、ここのね、ゴレの防衛も楽にはなるんで、多少はね、多少楽になるんで、いいんすけど、さあ、そのな、ね、トルネうまいな。うまいっていうか、それがきついんだよな。あ、待って、ベビドラやばいわ。いや、ベビドラがやべえ。マジでベビドラやべえわ、これ。ベビドラが強え。いや、あそこ逆サイチダメか。いや、受けからだったかな、正解。いや、これ終わったくせえ。ガチか。いや、あの攻め取るね、ダメだな。あれされたら俺なんもできなかったな。これは、GG 集すごいわ、さすがに。いや、もう速攻溶かすけど、ライトニング絶対来るんで、いや、しかもベビドラが、やっぱとにかくやばいな。これベビやべえわ、ガチで。ベビがやばすぎる。さあ、対応するけど、いや、間に合う、頼む、間に合う。いや、なんとかなる？いや、まだいける。いや、痛いな、でも。いや、これきつ、ガチできついな。きつすぎるな、ちょっと。さあ、ゴレと被せてあげていきたいんですけど、相手もね、分かっててゴレ出してこないと。いや、これさ、コウモリ一体マジ痛いし、これやべえ。ガチできつい。これきつすぎでしょ、さすがに。さすがにきつすぎるわ。いや、これライトニング当たるかな、ワンチャン。さあ、相手外した。え、これガチでワンチャンある？このライト外したのやってない？いや、これマジであるな。いや、これさ、でもないわ。いや、これきついわ。削れないもんな、絶対。で、トルネでしょ。いやー、これガチでやばいわ。突破できねえよ、こんなの。どうすんだよ、これ。いやー、ディガー削りでもこっから巻き返せないもんな。いやー、これ待って。きついわ。めっちゃきついわ。いやー、どういくのが正解だったかなー、これ。でも途中まで、なんかワンチャンありそうだったけどね。いや、もうこれやばいわ。大量すぎだろ。空多すぎて死んじゃうわ、俺。いやー、GG ですね、これは。これ、ライトニング来そう。高め出してあげて、やるけど、いや、ガチかー。これ苦しいね。これは苦しい。まあ、しゃーなしかなー。いや、まあ、GG っすね。これはね、しゃーなし、本当に。なんだろう、あそこのやっぱ逆サイブッパダメだったかな、あそこは。一旦待った方が良かったのかなっていう感じですね。まあ、3連勝。まあ、そんな甘くなかったわ。8000そんな甘くなかったんですけど、まあね。まあでもいけなくはなさそうなんでね。この後、頑張っていきたいと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。一回負けちゃったけど、まあまあでも、プレイはね、悪くなかった気がする。ということで、あと1日頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画良かったらチャンネル登録と高評価、あとコメントお待ちしております。ということで、バイバイ。